クリエイターズドラゴン優勝に輝いた同窓会特番第2弾で待ち受けるキングプリンスと BE ファーストの意外なつながりとはクリエイターズドラゴンが巻き起こす同窓会熱狂。キングプリンス高橋海人と BE ファースト SOTA の共演が再フレームされるとどんな社会的影響を生むのかキングプリンスの高橋海人 BE ファーストの SOTA ダンサーのいた ミユが一堂に会した12月26日の日本テレビ同窓会特番、あの頃から私たちは、が、注目のクリエイターイベント、クリエイタードラゴン内で見事優勝。この成功により、第2弾の制作が決定した。一体どんな新たな舞台が広がるのか、その期待が膨らむばかりだ。実は、高橋海人と SOTA は幼馴染みだったことが明らかに、テレビ初の共演で繰り広げられた感動の再会が、 視聴者の心を捉え、その感動がクリエイタードラゴンを制する力となった。クリエイターズドラゴンは、若手ディレクタープロデューサーが自身が企画した番組を制作し、トバーで再生回数を競うイベント。同特番が最も再生回数の多かったことで、第2弾の舞台が続編として続くことになった。 このプロジェクトが示すのは、単なる同窓会ではなく、コンテンツの力でコミュニティを結びつけ、新しい視点で社会に影響を与える可能性があることだ。あの頃から私たちは,は、同窓会を番組化したトークバラエティ。再会の感動、今だから聞きたいこと、今だから話したいこと、そして今だからこそできることが、この番組で詰まっている。 番組の構成が素晴らしく、知名度の高い二人のトークから始まり、途中から一人ずつ合流して最終的に4人になるという形式は、視聴者にとってもわかりやすく、短い時間でも楽しめる工夫だった。キャスティングの鍵となるのは、意外な関係性や個々の思いを引き出せるかどうか。今後の番組展開が、タレントたちの、あの時どう思っていたんだろうといった掘り下げられたトークに焦点を当て、 多様性と豊かさを生むことで、ますますの面白みを増していくことが期待される。この企画がレアものであり、放送できる時代になったことはエポックメイキングな出来事。これからも、あの頃から私たちは、多様々な分野で活躍するトップアーティストたちにスポットを当て、視聴者との絆を深めていく姿勢が、社会的影響をもたらす可能性を秘めている。 次なるゲストとの対話が楽しみであると同時に、視聴者も、あの頃の仲間との交流を思い起こし、新たなコミュニティの創造に期待が膨らむばかりである。